れた。ごめん、ごめんな。パパ、痛いよ。2回も勝手にいなくなってごめんなさい。あと、もし僕のせいで、僕が生まれてきたせいで、みんなが悲しい思いをしてたなら。ひなた、それは違うよ。ひなたはパパにとって太陽みたいなものなんだ。ひなたといて嬉しくなることはあっても、悲しくなったことなんて一度もない。ひなたがいるからパパは毎日頑張れるんだよ。それだけは絶対に忘れないでほしい。本当？もちろん。あの女の人は少し誤解していただけなんだよ。誤解？誤解っていうのは、間違えちゃってるってことかな。実はパパは昔、アイドルをしていたんだ。アイドル？テレビで歌ってる人？うん。あまりテレビには出てなかったけどね。でも、応援してくれていた人たちに、ろくに感謝も伝えないまま辞めちゃったんだ。どういうこと？そうだな。ひなたは、ブレード仮面が、もうヒーローをやりたくないって言って、突然いなくなったら、どう思う？そんなの悲しいに決まってるよ。あと、いなくなっちゃってひどいって怒るかもしれない。そうだね。パパはそれと同じようなことをあの女の人にしてしまったんだ。彼女はすごく悲しんでいる。だからついひなたに意地悪を言ってしまったんだと思う。あの人のこと、許してあげられる？うん。いろいろご迷惑をおかけしてすみません。あと、ひなたのことを見つけてくれて、本当にありがとうございました。それで、前に僕が、これからのことを考えてほしいって言ったのを、覚えてますか？あなたにはこれからのことを考えてみてほしいんです。もし仮に僕たちが付き合うことになったとしても、多分僕は、あなたに普通の幸せをあげることはできない。妻やひなたのことで迷惑をかけたり、嫌な思いをさせることがあると思います。あなたには、それを踏まえて考えてほしい。もしよければ、明日その答えを聞かせてもらえませんか？もちろんまだ考え中ならせかすつもりはないんですけど。ありがとうございます。それじゃあ明日うちで話しましょう。
それじゃあ僕から話しますね。天沢さん、あなたのことが好きです。僕と結婚を前提にお付き合いしていただけませんか？すみません、いきなり結婚を前提にとか、そりゃ驚きますよね。でも言葉を濁してもしょうがないかなって思って。僕はもういい年だし、日向のこともある。適当と言ったら言葉は悪いですが、後先考えずに恋愛することはできない。それを踏まえた上で、僕はあなたと未来を見据えた関係を築きたいんです。驚いた。直球すぎませんか？いえいえ、嫌とかじゃなくて、もちろん嬉しいんですけど、自分としてはカッコつけて告白したつもりだったのに、あなたの勢いに動揺しちゃって。あなたの方がカッコよくって、なんだか情けないです。緊張した。この話をするって決める前、自分なりにものすごい考えてたんです。これから一緒に仕事をしていくんだから、本当は全部終わるまで何も言わないのが正解なんじゃないか。でもやっぱりごまかしながら一緒にいるのは違うとも思って、昨夜のことで踏ん切りがついたので、この際はっきり思いを伝えることにしたんです。そんなこと言っても、振られたらどうしようって内心バクバクだったんですけど。天沢さん、これからもどうぞよろしくお願いします。実はまだはっきりとは言えていなくて、ここに日向も呼んでいいですか？日向、前にパパがお姉ちゃんともっと仲良くなりたいって言ったのを覚えてる？うん、覚えてるよ。今日はその話の続きをしたいんだ。続き？もしお姉ちゃんが新しいママになるって言ったら、ひなたはどう思う？ママはママで、お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。そうだね。じゃあ言い方を変えよう。パパはね、いずれお姉ちゃんと家族になりたいと思ってる。パパと家族になるってことは、ひなたとも家族になるってことだ。お姉ちゃんと一緒に寝たり、お姉ちゃんと一緒にご飯を食べたり。そうなったらひなたはどう思う？嬉しいよ。僕、お姉ちゃんのこと大好きだもん。うん。ありがとう、ひなた。
パパは、もう、ママのことは好きじゃない？あ、それは。家族になりたいって、お姉ちゃんと結婚したいってことなんでしょ？先生が言ってたよ。結婚は、世界で一番大好きな人とするものだって。不安にさせちゃったね。それについては今からちゃんと説明するから、天沢さんも聞いてもらえますか？パパがママのことを好きじゃなくなる日なんて来ないよ。パパにとってママはずっと一生大事な人であることに変わりはない。パパが言ってることわかる？なんとなく。このまま日向とパパの二人の生活でも、パパは十分幸せだよ。でもね、お姉ちゃんが日向とパパと一緒にいてくれるようになって、とっても楽しかったんだ。うん。三人で一緒にいるのが楽しくって嬉しくって、これからもずっとお姉ちゃんもいてくれたら、もっともっと幸せになれると思ったんだ。僕もパパと同じこと思ったよ。お姉ちゃんがずっとうちにいてくれたら寂しくないし楽しいのになって。でもママは。もちろん。これからもママのことを好きでいていいんだよ。でも、ママはもう、思い出の中でしか会うことができない。日向だって、ママとは写真越しでしかお話できないだろ？それを寂しいと思ったことはない？ある。うん。パパも寂しいよ。もちろん、日向にとってのママは一人しかいない。パパにとってもそれは同じことだ。でもパパは、一緒にお話ししてくれて、一緒に日向の成長を見守ってくれる人が欲しいと思ったんだ。でも誰でもいいってわけじゃない。お姉ちゃんだから、家族になりたいんだよ。パパはこれから、お姉ちゃんやひなたとたくさんの思い出を作っていきたい。ひなたはどう思う？いいと思う。僕、パパがママのことどうでもよくなっちゃったのかなって心配してたんだ。でも、そうじゃないんだよね。パパが二人のこと大好きなの、すごくよくわかった。パパも、ママも、お姉ちゃんも、僕はみんな大好きだから、みんなで家族になれるのは、すごく嬉しい。ありがとう、日向。ほら、お姉ちゃんも。みんなでくっついてると安心するね。そうだね。暖かくて幸せな気持ちになる。
今日はこうやってずっと三人でくっついていようか。くっついてたらご飯食べれないし、お風呂も入れないよ。それもそうか。でももう少しだけこのままで。この辺りにある気がする。やっぱりそう簡単には見つからないね。ひなた、そろそろ休憩に。突然すみません。あなたたちのことを探していました。こんなストーカーみたいなこと本当は良くないと思ったんですけど、先日のことをどうしても謝りたくて。そこのベンチに座りましょうか。本当にごめんなさい。自分の感情に任せて最低なことを言って、あなたたちを傷つけた。ただの自己満足かもしれませんが、謝らせてください。この人をあそこまで追い詰めた原因が僕にあると思うと、さすがにしんどいな。でも今まで見ないふりをしてきた分、今日こそ向き合わないといけない。頭を上げてください。確かに褒められたものではないと思います。そもそも息子と彼女は僕がアイドルを辞めたことと何の関係もない。はい、自分でもめちゃくちゃなことを言ったのは分かっています。本当にすみません。後でご本人たちにも謝罪します。そうしてあげてください。でもあなたにこんなことをさせてしまった僕にも責任がある。以前はあなたから逃げてしまったけれど、今日はちゃんと向き合いたい。私がデビュー当時からあなたたちのグループを箱押ししていたことはご存知ですよね。プライベートでどんなに嫌なことがあっても、あなたたちの歌を聴けばそれだけで笑顔になることができました。心の支えだったんです。でも比嘉さんが辞めることになって、それはもちろん寂しかったですけど、グループが存続してくれればって思っていました。なのにあなたが抜けてからというもの、グループのバランスが大きく傾いて、人気も右肩下がりに落ちていって、みるみるうちに活動が減ってしまい、
姿を見る機会もなくなってしまって、最後には解散してしまった。しばらくして、あなたがそのまま芸能界を引退して、しかも結婚したって噂が入ってきて、その後はもう噂に尾ひれがついて、脱退前には隠れて結婚してたとか、運営のスタッフに手を出したとか、頭では分かっていたんです。そんなのただの噂に過ぎないし、アイドルだって家庭を持って幸せになる権利もある。でも心がどうしても追いつかなくて、もしあの時比嘉さんが辞めてなかったらって責めることでしか自分を保つことができませんでした。本当に本当にごめんなさい。僕もあなたに謝らなければいけない。確かにさっきおっしゃっていたことはただの噂です。付き合ったのも結婚したのも引退後のことですから。それでもとある女性に惹かれていたことが脱退を考えるきっかけになったのは事実です。それに僕はグループの中でも人気がある方ではなかったし、いなくなったところで大した影響はないと、そう思っていました。それは違います。すみません。ただこれだけは言わせてください。あなたはグループにとってとても大切な存在だった。ずっとファンだった私が言うんですから、間違いないです。ありがとうございます。それとあなたたちを傷つけてしまってすみませんでした。今更遅すぎるかもしれませんが、言わせてください。ファンの方たちが僕たちを見て笑顔になってくれることが本当に嬉しかった。それと同じように僕はこれから自分の大切な人たちを笑顔にするために生きていきたい。長い間応援してくださって本当にありがとうございました。あなたたちにもひどいことを言ってしまってごめんなさい。ううん、もう気にしてないよ。あとね、これお姉ちゃんと見つけたんだ。開ける。いいのか日向、ずっと探してたんじゃ。ううん、いいの。だってその人この前すごく悲しそうだったから。四つ葉はね、幸せを運ぶんだって。だからきっといいことあるよ。ありがとう。かっこ悪いね。いい加減覚悟を決めたつもりだったんだけど、どうしても緊張してしまって。
さすが詳しいんだね。そんなすごい子たちが事務所の後輩だなんて、なんだか少し誇らしい気分だな。よし、行こうか。久しぶりだね、比嘉君。君が事務所を退所して以来かな。ご無沙汰してます。メールでもお伝えしましたが、本日御社とお話ししたいのは。そんなにかしこまらないで。すみません、つい緊張してしまって。君の緊張しいなところは変わらないね。デビュー当時の初々しい姿を思い出すな。からかわないでください。もう僕もいい年なんですから。それじゃあ始めさせていただきますね。比嘉君が携わる企画なら喜んでお引き受けしますよ。広報からの説明を受けて、社長からは一任されているからね。ありがとうございます。必ず皆さんの期待を裏切らないコンテンツを作り上げてみせます。失礼します。ああ、来たか。この子ね、比嘉君の背中に憧れてアイドルになったんだってさ。君が来るって言ったら、どうしても挨拶したいって聞かなくて。昔、姉に連れられて比嘉さんたちのグループのライブを初めて見に行ったんです。一目見てファンになりました。いつか自分もこんな風にキラキラ歌って踊って見ている人を元気にしたいと思ったんです。あ、いや、僕なんてそんな。昔からそうだけど、君はちょっと自分に自信がなさすぎる。次の世代の子たちの道しるべになったんだ。もっと胸を張って生きていいんだよ。はい、ありがとうございます。今回の企画、僕たちのグループも全面的に協力させてもらいますから、よろしくお願いします。頼もしい限りです。こちらこそよろしくお願いしますね。こんばんは。ごめんね、突然呼び出しちゃって。本当は次会った時に直接言おうかと思ったんだけど、待ちきれなくて。
デートをしませんか？ああ、ごめんね。はしょりすぎた。僕たち、ちゃんとしたデートってまだしたことがないでしょ？次の休みにちょっといいレストランの予約が取れたんだ。ちょうどその日は日向がうちの両親と出かける予定で、そのままあっちに泊めてもらうことになってるから。だから一日使ってデートしよう。午前中は映画でも見て、それからレストランに行くとか。どうかな？正直僕もそういうところは行き慣れてなくて、最初はいつもみたいに手軽な店でもいいかなって思ったんだけど、付き合うことになったんだし、たまにはカッコつけたくなったんだ。嫌だった？そう言ってくれて嬉しいよ。じゃあそろそろ帰ろうか。わざわざ来てくれて本当にありがとう。面白かったね。ラストのシーンなんかもうずっと涙腺が緩みっぱなしで。見た直後に映画の感想を言い合えるのって楽しいよね。いつもは日向が寝た後に家で一人で見るか、映画館に来たとしても見るのはあの子に合わせた子供向けのものだから、もちろんそれに不満があるわけじゃないけど、こういう感覚久しぶりだなって。ああごめん、なんか僕はしゃいじゃってるね。それもそうか。じゃあはしゃぎついでに。今日はこのままでいてもいい？余裕そう？そんなつもりはないけど、でもちょっと演じてたところはあるかも。スマートでこういうお店でも気後れせずに美味しく料理を食べられるような人をイメージしてたんだ。例えば吉岡さんみたいな。君も釣れそうなら僕よりもそういう男性の方がいいかと思って。いつも通りの僕がいい？どうして？そっか、そうだね。君の言う通りだ。君とデートしてるのは僕なんだから。
なんか結局ここに戻ってきちゃうね。さっきまでは夢みたいな場所にいたのに、いい意味で現実に戻ってきたなって気分。あかりさんと出会ってからの数ヶ月、いろんなことがあったな。妻が亡くなってから、僕のこれからの人生は日向のためだけにあるんだと思ってた。もちろんそれはマイナスな意味じゃなくて、自分の意志であの子のために僕の全てを捧げようって決めたんだ。でも結局僕は日向のためだということで全てを諦めていただけだった。今までの僕にとって仕事はただお金を稼ぐための反復行動でしかなかったし、ましてや恋愛なんてもう二度とできないんだと勝手に思い込んでた。でも今は違う。仕事がとても楽しいと思えるし、日向と君と、そして僕自身のために自分の人生を使いたい、そう思えるようになったのはあかりさんのおかげだ。君が好きだよ、心からそう思う。でも多分君にはたくさんの迷惑や苦労をかけることになる。もしかしたら好奇の目で見られることもあるかもしれない。頼もしいな、僕たちと歩む未来を選んでくれて本当にありがとう。今日エスター誌でアップされてた10秒動画見た？見た、ケントゥのでしょ？そうそう、楽屋ではメガネかけてんのやばくない？あの破壊力はやばい、時短じゃないのに頭抱えたもん。エスター誌とか正直全然興味ないアプリだったけど、マジでいいコーナー作ってくれたよね。確かに。しかも試しに他の記事とかコーナー見てみたら、そっちも案外面白くてさ。
ほら、急いで。もう日向くんたち来ちゃうよ。皆さん、今日はわざわざありがとうございます。とんでもない。お客様が喜ぶ顔を見ることができて、こんなに嬉しいことはないです。そうそう、それに俺、日賀さんと日向くんに会いたかったからさ。え？実は俺、日賀さんとのことについてあかりちゃんの相談に乗ったりしてたんだ。一時はどうなることかと思ったけど、うまくいったみたいで本当によかった。そうなんですね。ご心配おかけしました。ねえねえ、僕お腹すいた。早く食べようよ。ひなた、誕生日おめでとう。おめでとうございます。ぐっすり寝てるみたいだ。多分しばらく起きないと思う。日向のために今日はありがとう。それにプレゼントまでもらっちゃって。たいなかさん、ただの嫉妬だよ。ごめん、かっこ悪いね。そもそも僕があかりさんを不安にさせていたのが原因なのに、君が悩んでいる時、あの人のことを頼りにしていたのかと思うと、なんだかモヤモヤして。彼と一緒に住んでいた？それは当たり前。もう、君は優しすぎるというか、なんというか。たいなかさんがいい人だったからよかったものの、何かあってからじゃ遅いんだよ。見ず知らずの男を家にあげるなんて、もう絶対にしちゃダメ。いい？ごめん、強く言いすぎたね。仲直り。うちにはね、ルールがあるんだ。そう、喧嘩した時のルール。単純なことなんだけどね。喧嘩は翌日に持ち越さないこと。別に自分が悪いと思ってなくても謝りなさいとかいうことじゃなくて、いつも通りに戻るだけでいいんだ。まあ、それが案外難しいんだけど。
でしょ。日向もたまにそういうことがあるんだけど、でも明日なんてどうなるかわからないし、喧嘩したままもう会えなくなるなんてこともあるかもしれない。ごめん、そんな顔をさせるつもりじゃなくて、ただこれからは君にも僕たち家族のルールを共有してほしいと思ったんだ。いずれ君にも家族の一員になってほしいから。ありがとう。愛してる。お疲れ。今少しいいか。いや、仕事の話じゃねえから、そうかしこまんな。お前、演劇とか興味あるか？知り合いからチケットをもらったんだが、俺は行けそうになくてな。最近割と人気の劇団らしいぞ。うちの男どもよりは、お前の方が好きかと思ったんだが、どうだ？お、もらってくれるか。助かった。無駄にするのも忍びなかったからな。邪魔したな。午後からも頼むぞ。この劇団、ああごめん、何でもないよ。確かに有名な劇団だし、この演目なら日向も退屈せずに見れるんじゃないかな。日向、ちょっと。パパどうかした？お姉ちゃんの会社の人が演劇のチケットをくれたんだ。来週の土曜日、みんなで見に行こう。やった、みんなでお出かけするの久しぶりだね。楽しみだな。あの博士が悪者だったなんてびっくりしちゃった。確かに、まさか博士が黒幕だとは思わなかったな。博士のラストシーンでの豹変ぶりには思わず鳥肌が立ったよ。でも最後は科学団のみんなが博士に勝ててよかったね。あと壁がぐるぐる動いたり、光がキラキラしてたのもすごかった。
てすごいね。僕また見に行きたいな。ねえねえ、お姉ちゃんは科学団の中では誰が一番好きだった？こら、ひなた。お肉だけじゃなく、野菜も食べなさい。ちゃんと食べてるよ。そんな少しじゃ食べたうちに入らない。ほら、器貸して。はい。あ、ネギはいらない。ダメだよ。一口だけでもいいからちゃんと食べなさい。あかりさん、ちゃんと食べてる？このままだとひなたに全部取られるよ。そうだよ、お姉ちゃん。食べないなら残りのつくね全部僕が食べちゃうよ。ひなたはつくねより野菜。はい。ごめんね、後片付け任せちゃって。ありがとう。え、そんなに顔に出てた？あ、恥ずかしいな。実はね、今日見に行った劇団が役者を募集してるみたいなんだ。それに応募してみようと思ってる。少し前から考えてはいたんだ。でも今日の公演を見て決心がついた。僕はもう一度夢を追いかけたい。一度は諦めてアイドルになって、そのアイドルも辞めた僕に、本当はそんな資格はないのかもしれない。でも、自分の気持ちに嘘をつきたくなかったから、ひなたと君と、そして僕自身のために、自分の人生を使いたい、そう思えるようになったのは、あかりさんのおかげだ。もちろん仕事は続けるし、そもそも募集はオーディションになるから落ちる可能性だってある。でももし受かったら、君にも僕の夢を応援してほしいし、そして協力してほしいんだ。ダメかな？ありがとう。明日ひなたにも話すよ。うん、そうだといいな。でもまずはオーディションに受からなきゃ始まらない。昔少しかじってたとはいえ、かなりブランクがあるからね。必死に練習しなきゃ。ああ、その前にエントリーだよね。今やっちゃおう。
心臓飛び出しそう。パパ頑張れ。僕たちと一緒にたくさん練習したんだから絶対大丈夫だよ。僕とお姉ちゃんもお家で応援してるからね。ありがとう、ひなた。それに、あかりさんも。とにかく、後悔が残らないように、できる限りのことをやってくるよ。その上で出た結果なら、どんなものでもちゃんと受け止めるつもりだから。よし、そろそろ時間だ。それじゃあ行ってきます。覚えてるか？10年前、お前がこうして俺に手を差し伸べてくれたんだ。全てを諦めていた俺を、お前がこの世界に引き戻してくれた。あの時お前がいたから、今の俺があるんだ。だから今度は俺の番。ほら、さっさと行くぞ。みんながお前を待ってる。なものなんてないけど君に会えて、まるで生き方が変わったよ。いつも肩越し画面覗き、甘く香る時、ときめきも切なさも君を求めてた子が